今日使ってる竿は、デニオスの今日は125の、53を使ってます。でこの竿の特色としては完全な同調子を、目指して作った、竿になってます。なんか当たった。意外と反応は早かったです。まあまああんまりサイズ良くないですけど、オナガが釣れました。サイズアップ目指します。ちょっとサイズアップ、こんな感じのサイズのね、口太がコンスタントに釣れ出すといいんですけど、まあまあまあです。これはオナガか。あ、これはオナガだ。これはオナガです。やっぱ引きが違うもんね。おーおーおーおおお、最後最後頑張る頑張る。あら、口太だし、それも。うん、なんで口太？うん、なんかコンディションがいいけど、魚はねえ、お腹時期的にお腹かと思ったらまだ口太が食った。うーん、思った。なんかな、これここであんまり出すとやばい。おお、あ、危ない。もう足がフラフラしちゃう。効くな。取ったな。引くわ。嬉しい。これはいいですわ。2キロクラス。よく引いた。今回使ったこのデニオスなんだけど、はいはい、まあ、ガマカツにポジショニングバップってあるじゃない、うん、ありますね、こうね、うん、であれって結構皆さん見てくれて、うん、どんな調子の竿かって分かりやすいと思うんだけど、うんうんうん、このデニオスはどの位置になるかな。まあ位置的にはもうこうね、こう十字切ったら左下の方になるんですよね、同調子で、うんうん、で一番確か左下が、うん、今マスターモデルになったから、ね、一番下左下になるとね、うんうんうん、でアテンダーツ、ね、アテンダーツがあって、今そうすると真ん中あたりにアルデナ、ちょっとひとかいう形になるんだけど、そのちょうど間ぐらい、
っていうことはアテンダー2とアルデナの間ぐらいな感じだよね、うん、そう、そのくらいの感じでしょうね、うんうんうん、だ曲がりはまあどっちかというと同調子、ガマ調子っていう形になってて、うんうん、操作性はけど使ってる感じの操作性は そんな感じしなくない、うん、なんかあのこの同調子っていう差をこう扱ってるっていう感覚はあんまり伝わってこない、うんうんうん、大概あのやっぱり同調子の竿っていうと持ったりとかする形が多いから、うん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 、なんかそこはしょうがないのかなと思ってたけども操作性は相当上がったよね今回このテニオスは、ね、上がったと思いますよこれ、うんうん、けどかけてからのやり取りってもうすごい実感したのがガッとかけて、うん、今日釣りしてる時にねもうこう寄せてくるじゃないですか、うん、まあまあそれなりのサイズでもスーッと手間まで寄ってくるんですよ、うん、で普通やっぱ張りが強いと途中コンコンこうね、うん、ガガッとかいきながらこう来るけどそれがないっていうのは、うん、なんか同調子っていう感じがしたんですよねこれ大きいよねすごいそこはねそうあのね一番僕なんか嫌なのはやっぱりお腹とか飲まれてる可能性が高い時にギューッと来てあの止まっちゃって竿がゴーンって言った時にうわ怖っうわ行く切れちゃうみたいなイメージがあるじゃないそれがなくネバーって持ってきてくれると細針使ってても結構こっちが優先権を取ってやりとかできるから非常に使いやすい竿になったかなとは思うかなそれはすっごい実感したんですね今日使って皆さんもね本当にこれは問題ないっす問題ない問題ないっすこれは一本あの、ね、使ってもらえれば操作性の良さと、その調子のバランスの良さとにかく一番私が感じるのは非常にいろんな要素をバランスよく入った竿かなっていうふうに思っているので、うんうん、ぜひ皆さんも、ね、使ってもらえると、はいうん、本当使ってもらいたいですねいいと思います、うんした向こうで食ったぞこれなんだ口太か口太やけどまあまあサイズだよこれ多分元気だね口太なのにそこでも浮いてしまえほらでっかいようわっボッテボテあいしょ、あいしょ、あら、ほら、ほら釣れちゃった。あら、重たい、重たい、重たい。重たい、重たい。おい、五島口太。うわ、見てこのかかり方。ビューっていかないはずだわ、これ。ほら、わかるかな、ここ。ここ、この上唇だけ。へー、すげー。